こんにちは、ファクスケです。やっていきます。ナイリー、タワーオブシリン、シリン。はい。タワーの下にね、何かしらの遺跡みたいなのが見つかって、その一番奥に来たところにこういうのがあったんで、これ、辿っていきましょう。多分この白いペンキに合わせて、こう行って、こう行って、まず扉みたいなやつ。で、次が、あれ？あれ？あれ？なんか私の予想といきなり違うぞ。こう行って、こう行って、こうかと思ったんだが、ちょっと待って。あれ？私の方向感覚がおかしい？あれ？違うな。こっち、いや、合ってるな。こっち行って、戻るわけだから、あ、そっか。後ろ向いて戻るわけだから、こうか、逆になってるんだね。うん。うん。で、三角形に丸のみたいなやつにして、で、あっち側に続く。OK。うん。こう来て、こう行って、この、これね。下線2本のこれになって、開けて、奥行って、で、この石っていう文字みたいなやつのに、はい、行きますと。OK! で、刷毛を手に入れたので、あ、ちょっと待って。こっち戻してあげないとね、行けなくなっちゃうね。よし、これで。あ、そんなところに。ちょっと待ってよ。あれは暗号？あんな感じの他の記号も見なかったか？あれー。そうかそうか、そこに。よし、ここに、さっきのが入るんだな。壺の方をやると思ったら壁でした。丸の下側に丸のやつね。オッケー。バッチリです。ちなみにそこの鍵穴は開けられないよね。あ、まあ、いっか。あとにしよう。えい。それ。ここにはまる？これ。ダメか。違うんだな。パープがはまるサイズでもないし。とりあえず先に行きましょうか。OK。これ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 。よし！完璧です。開いた開いた開いた。先が見えるようになったぞ。あー、気になる。何があるんだろう。おー、綺麗な場所に出たね。何ですかこれ。あれは宝珠だ。象のどちらかにはまるかもしれない。うん、あがあがあが。壁画からは壁画から離れない。どうやって撮ろう。これはなんだ。なんかの受け皿。受け皿、これか。水っぽいのが出るんだろうな。内側、さっきの側が多分太陽側だよね。あれ、これどこだっけ。あれ、これ来たことないな。ちょっと待って、よく分かんなくなってくるぞ。太陽と月のマークがあって、こっちは
あー、これは。どっちがどっちだっけ。見て、クリスタルがここにも。なんていうか、なんか人工的に作られたみたいだな。ナイリ、何してるんだ？あー、この骸骨になんかあるかなと思って。なんか使えるものない、があるかもでしょ？お前大丈夫か？亡くなったものには敬意を払って。あ、あったあったあった。金の鍵を手に入れた。高級だ。ほらね。うらー。わかった。わかったから。ニヤニヤするのはやめろ。かわいいな。あー、一斉のかけらまたか。あ、鍵組み合わせるんじゃない？これ。違いました。これはルナイの、あ、ルナ、ルナか。壁画だ。ルナ教機械の設立者だね。よく知ってるな。家庭教師から教わったのか？ああ、サミに本をたくさん読まされたから、そのほとんどはシリンの変異についてと、ちょっと待って、線についてと、それだけだったけど、なんて読むんだっけ？ヌーラ人については？うん、習ったよ。でも歴史はあんまり得意じゃなかったから、同じだ。ねえ、ちょっと待って。このルナイ、宝珠を持ってる。下に水受け皿もある。受け皿は必要なんだね。うん。こっちから来たのか。前後左右の感覚がわかんなくなるな。とりあえずこれ行ったから閉めて、左側が開くんじゃない？よしよしよし。お、これがサナイか。あ、ソライだった。見て、ソライの像だ。ソル協議会の設立者だ。それぞれ別だったんだね、ルナとソルは。ねえ、レックス。ソルナ教会のことについて聞く。とりあえず聞いてみよう。レックスって歴史学者なんでしょ？聞きたいことがあるんだけど、いい？俺は自分のことは万能学者だと思ってるんだけど。まあいい、何でも聞いてくれ。ルナ協議会とソル協議会。もともとはヌーラ人が設立したんでしょ？具体的には二人のヌーラ人だけどな。そうだ。まあ、歴史学者たちによるとだが。なんで複数の協議会を設立したの？王様がいるってだけで十分じゃなかったの？実はヌーラには天皇がいたんだ。王様じゃなくてね。ヌーラは今では謎に包まれている孤立した町だと言われている。それでもかつてはその町の帝国だった。そして大砂漠よりも大きかったんだ。へぇー。とにかく、ソルーナ協議会について知りたいのなら、面白い話がある。聞きたい。今までこんなに歴史に興味を持ったことないけど、うん、聞きたい。ヌーラ天皇の物語があるんだが、天皇って言うだけじゃなく、その人は戦士だったんだ。秩序を維持するためには、彼は何人かの賢い忠告者が必要だった。そのために自分の大親友だった二人を任命したんだ。ルナイはヌーラに鋭い推理力を使って忠告した。ソライは公平な判断力を使い指示を与えた。ルナイの強力な分析力は帝国を強いものにし、そしてソライは帝国に住む人々が幸せに暮らせるよう尽力したんだ。賢明な二人は自分たちしか忠告者がいないことに不安を感じ始めた。それが二つの協議会を作るきっかけとなった。ルナ協議会、そしてソル協議会。そうだ、昔のヌーラ人は消えてしまったかもしれない。でも、ルナ・ソル協議会はまだ存在する。俺らは二つ合わせてソルーナ協議会と呼ばれている。この話前にも聞いたことがある気がする。サミがレッスンで言ってたのかもしれないけど、寝ちゃってたのかな？こんな長いレクチャーをちゃんと聞くの初めてだよ。レクチャー？あ、ここにまたなんかあるよ。
うん。これ鍵作れないかな、今度こそ。ダメです。じゃあ、ここ、像を調べてみよう。レックス見て。ダイヤルの一部がなくなってる。ダイヤルの一部がなくなっている。だよね。このドア全然やかん動かない。どうにかして開ける方法があるはず。でもどうやって？じゃあ手に入れた鍵を使って開けてみましょうか。この下の方、奥の方かな？ん？ちょっと待ってよ。こっち行って、戻って、反対側なんだよね。こっちにもさ、これ、いや、違うんだ、じゃあ。わかった。あ、違うよ。あ、閉まってる。レバーは丁寧に扱わなくちゃな。ドアを開けるのも閉めるのもどっちにも使う、どちらにも使うらしい。なんだ。じゃあ、ちょっと待てよ。こっちか。これか。これが、原因ですか？そうだそうだ。こう行って、戻って、ここら辺に鍵があったはず。OK。はい。OK。行きましょう。似たようなマップだなぁ。迷うなぁ。ほう、またクリスタルがあって、これは塔、いや塔ではない。シリンの絵。見ろ。ナイリ見ろ。青いクリスタルがここにも。いや、台を見てみろ。くぼみがある。塔の壁画みたいに。ほんとだ。ここにも。入れてみる。はい。おー、ナイリは、ヌーラ人の生き残りなのかな？ん？え、覚醒した？ナイリー。昔の光景なのかな？多分ナイリーにしか見えてない。あれ？すごい解いてるけど、あれ？なんか、なんだなんだ？本を漁って、あ、みんな避難してたのかな？大雨がやってきて、この塔に避難した大雨というより、大砂嵐だ。ナイリ、ナイリ、ナイリ、おい、起きろ、起きろ。なに？ここは、X？ ナイリ、やっと起きた。心配したぞ。お前の目が光ったんだ。その後倒れた。私、何かを見たの、レックス。何かって、夢か？違う。現実みたいだった。ビジョンみたいな。見たことないような世界でそこに住んでる人たちがいて、でも砂嵐が生きたままその人たちを埋めちゃった。ナイリ、大丈夫か？光る水を見たの。ろうそくじゃない。光も使ってた。あ、そんなの見たっけ。そして塔を見たの。人々が塔を建ててた。塔、ソルーナタワーのことか。わかんない。でもなんか変だった。シリンじゃないみたいだった。もしや、古代のヌーラを見たのか？レックス、見て、私のネックレスが。光っている。どうやって？すごいモフモフしてる。
ナイリー、話は分かった。これ以上変なことが起こる前にここから出よう。ダメ、待って。私のネックレス、何か感じる。何が起こっているんだ？何か感じる？気になる。あ、ここにネックレスを使う？え？あ、私、何か見える。同じ部屋？でも、綺麗な状態だ。クリスタルが小さい。もしかして、もしかして、これって過去のビジョン？ああ、青い石にクリスタルを当てると過去のビジョンが、あ、戻っちゃった。それを知るだけのイベントかな？これは部屋かな？ナイリン、大丈夫か？見た？今の。クリスタルにネックレスを近づけたらお前気を失ったんだ。そうじゃない。私はここにいた。この部屋に。でもちょっと違ったんだ。多分、この部屋の昔の状態を見たんだと思う。そんなのありえないナイリ。そんなことは説明できやしない。嘘を言ってると思う？このネックレスは、こんなの説明できないでしょ？聞いてくれ。もしこの場所がお前に何かしてるんだとしたら、早く出ないとまずいことになるかもしれない。ダメ、ここで終われないよ。せっかくネックレスにビジョンの力を与えてくれたのに。ナイリ、お前気を失ったんだぞ。これ以上何が起こるか。レックス、私は本当に大丈夫だから。それに、私のお母さんがこれをくれた。もし、お母さんがもうすでに知ってたとしたら？お願い。ネックレスが何を見せてくれるか知りたいの、レックス。クリスタルは他の部屋でも見たもん。わかった。でも慎重にやるんだぞ。じゃ、変な青いクリスタルを探そう。オッケー。わあ、こんなことになるとは思ってなかった。戻ろう。クリスタルどこにあったかな？とりあえずこっち側行く？あれ？え？もうどこがどこだかわかんなくなってるよ。下に、あ、ここ。あ、こんにちは。牧師さん。恥知らずの巫女だ。ソライの祈り場に勝手に入るなんて。あの、おじさん、聞こえますか？仕方がない、あいつらのせいだ。もうあの部屋はダイヤルの機械で閉めてやる、閉めてやる。すみません、おじさん。全然聞こえてないのか。そしてこの機械を使って開けようとする者は、もっとバカだ。だから安全な場所にパーツを一つ隠してやろう。そうだ、僕の美しいお尻の近くに、僕のホクホクのお尻がこれを何年も何年も大切に隠してくれるだろう。この変なおじさん、なんで私のこと聞こえないんだろう。まるで私が存在してないみたいな。うんふん、ホクホクのお尻の近くにあるのね。これは？あ、お皿でもなぜか反応した。牧師さん、なんて言ってたっけ？ダイヤルを隠した？お尻をチェックしよう。あ、ポーチがある。中になんか入ってる。やったー、石製のダイヤルを手に入れた。何かの機械のパーツかな。よしよし。どうやってここにあるのがわかったんだ？ビジョンで牧師さんがこれを隠してるのを見たんだ。すごいでしょ。ああ。すごいでしょ。先に下の方見てみようかな。よいしょ。こっち側を先に見よう。赤色の、ここら辺。こ
こは？あ、なんかマークは。ソライ。ソライ。これが気になるけど。あー、何もできなかった。わかった。絵が変わってたな。ソライにあれを渡したらそこが開くってことかな？ヘルナイの方。あ、違う。なんだ？変に聞こえるかもしれないけど、なんかこの人のことを知ってる気がするんだ。この骸骨のこと？ただ似たような服を見たことがあるからかも。気にしなくていいから。いや、これ使ってみよう。あ、美しいお姉さん。そして何か水が溜まっていて、玉を持っている。どうしたらこんなに大きな責任を得るのかしら。なんで私が選ばれたの？私だけが選ばれたの？大砂嵐が来るとき、そして水が不足するとき、なぜ私が生き延びられるものを選ばなくてはいけないの？私のこと聞こえる？ああ、ビジョンなんて聞こえはいいけど。え、誰かいるの？何か声が聞こえる。本当だ。何か存在を感じる。さすが。こんにちは。聞こえる？ほら、聞こえる。声が。今度は見える。あ、私のことが見えるの？私の、前にいる。ほとんど透明だけど、あなたは？私、ナイリ。怖がらないで。私のネックレスがこのビジョンを見せてくれてるの。今考えてみれば私の言葉もわかるようになってるんだ。いえ、あなたはヌエラ語を喋ってる。そうだ、あなたは死者なのね。死者。私が何だって？死者を目の前にしてるなんて信じられない。私のベアへの感度が。ちょっと待って、私は。もしかして、レックスがネックレスに彫ってある文字を翻訳したとき、大砂嵐の死者って言ってなかった？ああ、そっか、そんなこと言ってたのか。あなたのネックレスを使うその才能は、私たちミカと死者に使うしか備わってないのよ。そのネックレスはあなたの祖先の特性を増大させるの。ベアーラ、またはベアーへの強い感度をね。ベアーラ。ベアー。男性、女性かな。私の家族が敏感？ベリ。なんだっけ。大砂嵐が来る時にはもう関係ないわ。私たちみんな消えてなくなる。すべてのもの、すべての人が。私たち？何の嵐が？あとそのベイなんちゃらって何のこと？混乱するのもわかるわ。でもあなたを助けることは私にはできない。ちょっと待って。その嵐って私の時代に来るってこと？教えてよ。あなたがすべきことはわからないわ。私のいる世界も問題でたくさんなの。わかった。聞いて。あなたのために私にはできることはあるの？そうしたら、お願いだから全部説明して。お願い、何かあるんでしょ？私、水の巫女に選ばれたのだけど、その結果私の持っているすべてのものを手放さなければならなかった。でも、ここで一人、家族から離れて瞑想するのが、とっても寂しいの。こんなバカなこと言ってごめんなさいね。お願い、もう行って。そっかー。
かは調べられないね。ああ、母の演奏をもう一度聞けたら。私、試練に一人立ち向かえる勇気が出るのに。母の演奏、まだ無理かな。ありがとう。でもそれは私が待ち焦がれている歌ではないの。母、ハープを持ってた人かな、多分。オッケー。ここ解くところまで今日終わらせたかったんだけど、ちょっと思ったよりじっくりやる必要がありそうなので、ちょっとそのハープのところだけ、ここおじさんだよ。おじさんもういいです。ハープのところだけ、あ、この方かな？修道士さん、かわいそうな子、あんな若いのに選ばれてしまった。ああ、でもおかしくはないわ。彼女のベアーヤを感じ取る力は飛び抜けていた。あの、聞こえますか？こっちに気づいてないみたい。私のみんなの責任をあんなに肩に乗せて、私が慰めてあげられたら、私のかわいい子。いつもあなたのために祈っているわ。なんていい歌。なんでもう娘さんに会えないんだろう。母の歌を覚えた。つらい。じゃあ聞かせに行きましょうか。よし。それは、私の母の歌。私のために、願い。あなたの優しい心遣いにお返しをさせて、何を知りたいか教えて。ベアーラのこと、嵐のこと。ベアーラとは、ベアーラ、またはベア、それは私たちの周りにいつもある。でも、ほんの少しの人がそれを実際に感じ取ることができるの。私の世界では学者たちがそれを利用するためにいろいろ工夫したの。私たちがベアーラを社会のために使えるようにね。そして今はヌーラ中がそれによって繁栄しているの。水にエネルギーを持たせて怪我を治したり、ろうそくを使わないで路地を照らしたり。でも大砂嵐の到来が予言された。誰も何もそれを止めることはできない。でもそのベアを使って自分たちのことを守れないの？嵐による旧国の破壊は司教によって予言されたの。学者たちもヌーラの避けられない運命を受け入れるしかなかった。他に知りたいことはある？司教さんが予言されたものはどうしようもないのかな？嵐のこと、大嵐、すべてを飲み込む。それってそんなに悪いの？あと、どうやって嵐が来るってわかるの？司教が到来を予言したのよ。学者や彼らがした調査まで。学者たちは私たちが消滅するとわかって、ネックレスを考案したの。ベアーラを感じ取れる人のためにね。そのネックレスは、死者に私たちの歴史を習得させる役目があるの。わー、同じことを繰り返さないようにっていう感じか。大砂嵐のこともね、私たちがしたように自分の文化を保存できるように。他に何か知りたいことはある？いや、ありがとう。言いたいことがあるんだけど、
水の巫女の習慣があって、自分の奉仕を終えたとき、お守りを渡さなきゃいけないの。水の流れを制御するのに使う鍵なの。あなたのために保管しておくわね。もし、私の死体を見せつけたら、その近くを探して。ありがとう。私たちはもうすぐ大砂嵐に流されてしまうわ。だからお守りを探して。お願い、私たちのことを忘れないで。願い死者よ。私一人で瞑想したいの。辛い。やっとか、戻ってきた。このビジョンってやつ、なんだか怖くなってきたぞ。今回はえらい長かったし。レックス、私実際にヌーラ人と話したの。なんだって？今から言うことを聞いて。ってことは、お前は死者なのか？そして大砂嵐を警告する。そう、そんな感じ。信じられない。まあここで何か起こっているってことは確かだな。何か実在するものを探した方がいいと思うんだが、ビジョンじゃなく本物の、本当に調べられるものは。わ、私本当のこと言ってるのに。お前を疑ってるわけじゃない。だが、実体的なものがないのにどうやって証明するんだ？あのお守り、巫女さんが持ってるって言ってた。お守り？あ、これ、レックス見て。宝石か何かか？どこで見つけたんだ？ヌーラ人が大切に持ってた。彼女、小さいバッグに入れてずっと持ってたんだ。私の力だけじゃ絶対見つけられなかった。このビジョンってやつで、ヌーラ人はナイリに何を伝えようとしてるんだ？ああ、水のお守りを手に入れた。水の巫女にもらったものだ。これを使って水を呼び出すって言ってたね。引き込まれるな。では、今回はここで終わりにします。ご視聴いただきありがとうございました。